で、この両鉱石の出番ってわけかい。降伏しか。まったく殿も大変だ。みんな好き勝手言うのをまとめて決断するなんて。両党あざなは鉱石、父両僧と共に孫家に仕えてきた。だが両僧は河口での戦で高祖の配下だった関寧に撃たれてしまう。関寧が孫悟に下ってからも彼を敵と憎む気持ちに変わりはない。曹操軍を前に両党は同じ陣の関寧の存在が気にかかっていた。まあ決戦も降伏もどっちもありでしょう。俺は殿の決断に従うまでだ。殿。何が。周遊よ。やれやれ、やっぱりこうなったか。まあ戦わないで下るなんて嫌だしね。見ててください、父上。父上の分も俺が手柄を立ててみせますよ。逃がすと思うかい。曹操のせ、ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、駆け入れて焼き払う。燃やすに。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。失敗はできんな。
が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵じゃ、ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。船酔い対策をしておけば兵たちも私のように息が絶え絶えに。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。推薦になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。調子いいんじゃないの？ああ、いいね。その調子で頑張んな。いいよ。敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。くれて回れよ。
調子いいんじゃないの？いいね、その調子で頑張んな。怪しい動きをしてる連中がいるね。ここらで叩いておかないと面倒になりそうだ。敵もそろそろ我らの気候に気づくでしょう。風が吹くまでこう守ってください。ダメだよ。この辺を守るのもお役目かね。ここまで抵抗されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだよ。上出来だね。さあ帰るとしますか。さすがです。その調子でお願いしますよ。船酔いを直してやるよ。船を全部繋いちまいな。それで万事解決さ。みんないいことを聞いたぞ。船を繋げばもう酔わないらしい。あなたのおかげで助かりました。さあどんどん飲んでください。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。まあっしの仕事はこんなもんかね。郊外殿、その船で曹操軍へ投降されるのですか？しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。おこれはそのなんじゃ。いかん、うまい言い訳が見つからない。風飛ぶようじゃ。へへ、調子いいんじゃないの？俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。関羽を撃つ。だが呉の司厨である呂蒙は病に倒れてしまう。残された呂湯と関寧は力を合わせて孫悟を支え続けた。やがて医療の戦いが勃発。劉備率いる蜀の大軍が孫悟の領地になだれ込んでくる。関寧は蜀軍の勢いに飲まれ危機に陥った。両党は
ぼやきつつも駆け出した。戦友を救うために。そんなにあいつが怖いのかい？まともに勝負できないってなら俺が相手してやってもいいんだぜ。やれやれ。なんだ、突っ走って孤立なんていい身分じゃないか。こういう時はおめえの出番だろうよ。さっきだって妙なのを追っ払ってただろう。あ、見てたのかよ。ありがとな。高くつくぜ。